列、伊達崎パイは、近藤新介による日本の漫画作品。伊達愛と付き合う、男子高校生、片倉武史と、二人の仲を妨害する愛の兄で、正宗小宗の伊達崎パイを描いたギャグ漫画。少年ジャンプネクスト2011サマーに増刊版、列、伊達崎パイが掲載された。増刊版は、ギャグ漫画にしては、読者アンケートで好評だったため、 週刊少年ジャンプ2012年24号に本紙読み切り版列立達先パイが発表される。その後、週刊少年ジャンプにて2012年41号から2013年10号まで連載された。なお、作品タイトル主人公が先輩でなく先パイなのは単純に画数が少なくわかりやすいため登場人物の大半は 伊達政宗に、ゆかりのある人物もしくは、戦国武将が、名前の由来となっている。作者としては当初バトル展開に移行する予定だったが、敵となるはずだったサナダが、愛すべきアホキャラになってしまい、その上短期で打ち切られたので実現することはなかった。近藤の次回作、柔道図の過去編、柔道図外伝ヤーラもと驚きにでは、大阪の陣に、 本作の登場人物と同じ容姿でそのモデルとなったキャラクターが登場している。十万国高校に通う片倉武氏は学校のマドンナである伊達愛に告白し、両思いだったために晴れて恋仲となる。しかし、愛の兄伊達崎パイこと伊達正氏は伊達正宗かぶれの凄まじい男だった。だって伊達だし、 ISBN 978から40億8870万6078。伊達の終わり ISBN 978から40億8870万6344。ありがとうございます。